ダイエットとか行こうぜ。ダイエットとか病んでる女とかいっぱいいるでしょ。バカな女を笑いに行こうぜ。タチの悪い枠にしようぜ。なんか女がさ、めっちゃ小顔になりたいんですが、どうしたらいいでしょうか。見てみようかな。今やってるのは、あいうえお体操とフェイスラインのマッサージ、下回しです。他に小顔になるのに効果的な方法はあります、方法はありますか？さっきなんだ。お前、朝からそんなこと考えてんの？お前。バカなんじゃねえの？もっと考えることあるだろ！朝っぱらからなんか小顔になりたい、小顔になりたいって。夜なんかさ、あれしろよ、お前。真っ暗闇とか考える。朝起きてそんなこと考えてんじゃねえよ。必死すぎる。必死だな。あ、できれば精神科の方々の意見を欲しい。よし。うちは精神病患者がいっぱいいるから。高校2年生の女子です。できればお母さん目線からの回答、精神科の方からの意見が欲しいです。もちろん基本的にどんな方でも構いませんよ。一つ目は母のことなんですが、私はクラシックバレエを本格的に習っています。でも、正直そんなにうまくはありません。それに、そこまで好きでもありません。お母さんは私に好きなようにしていいよと言ってくれますが、節目、コンクールが終わった進学などのタイミングになると必ずバレエを選んでほしい、というようなことを言ってきます。それに流される私も私ですが、好きでもないのに上手い人と自分を見て一喜一憂するのは苦痛です。話が飛ぶようで申し訳ないですが、私は頭が比較的いい方で、1学期は2回連続で偏差値60強くらいのコースで学年1位を取れました。すげえな。勉強することも好きです。まだまだなのは分かっていますが、一生懸命勉強して慶応大学に行きたいと思っていて、お母さんもそれはそれでいいなと言ってくれています。話を戻しますが、お母さんはバレエをやってほしいようなので、バレエを休んで勉強して慶応に入ったらバレエを再開するというレールを望んでいるように思います。しかし現実的に考えてそれは無理だと思います。私は勉強に専念したいです。つまりできれば早くバレエをやめたいです。これをどう伝えればいいか分かりません。お前、お母さん謝れよ。こんな子供に考えさせやがってよ。お母さんは私がバレエを好きだと思っています。これがお前さ、お母さんさ、めちゃめちゃいい娘じゃねえかよ。めちゃめちゃいい娘だよな。これが一つ目の悩みになります。二つ目は自分自身のことです。先ほどから言っているように私はバレエを習っています。なんとなくイメージは湧くと思いますが、バレリーナは細くなくてはなりません。そのために1ヶ月から2ヶ月ほどで7キロほどのダイエットをして、かなり綺麗な体になれたと思います。でも最近になってまた過食をするようになりました。しかも過食のレベルもひどく、ドレッシングやバター、マヨネーズは溶かして飲むための粉、物をそのまま口に入れたり、パンを3つ食べてから晩ご飯を食べたりなど、確実に体が悪いことしても精神病んでるじゃねえか。対して稀に1日ご飯がいらないと感じることもあります。過食をやめたいです。せめて自分で素材食いと呼んでいる素材をそのまま食べることはやめたいのです。食べた後は必ず気分が悪くなります。うつ病のような症状があり、週に4日くらいは本気で死にたいと考えています。何か関連はあるのでしょうか？お前、お母さんがあれじゃねえかよ。バレエをやってくれ、バレエをやってくれってことに対するストレスでお前過食になってんじゃねえかよ。週に4日死にたいってお前3日しか生きたいと思ってねえんだろ。病気だぞ。一つだけ方法がある。うんこちゃんの生放送を見て元気になれ。皆さんの厳しい意見も優しいおかげも、どちらも優しく嬉しく思います。確かに私が自分の意思を持って母にきちんと話せればこの問題解決すると思います。でもなかなかできねえよな、そういうのな。お母さんの、ね、わかるよ、気持ち。親孝行したいとかさ、お母さんの望む人間でありたいとかね。わかるよ。今思えば過食は自分の甘さから出てきていることも、鬱っぽいと言い訳しているだけだということも分かっていて、この質問しました。自分に甘かったと思います。そんなことない。ただダイエット中に生理が止まり、まだ来ておらず、精神科や産婦人科に行きたいと言ったこともあるのですが、何月になれば来るよと流されてしまい、正直悲しいです。ここもやはりもう少し押した方がいいですかね。もう少し回答を募集しようと思います。様々な角度からの意見をお願いしたいです。精神科のケースワーカー来てんじゃねえかよ。いやでも、すごくいい娘さんだよな。悲しい。俺は。悲しい。
お、私の顔は縦には長く横にも世間より、し、頭がでかいやつ。私の顔は縦にも長く、横にも、横も世間よりも少し大きく、図形で例えると長方形みたいな顔をしています。かっこ笑。顔の脂肪もプリプリです。お前、こういうところだぞ。お前の悪いところは。女なのに私マジ気にしてません。でも質問しちゃう。顔が大きくて困っているのですが、困ってるんだ。そこで、顔の脂肪を減らす方法、顔を少し小さくする方法を教えてください。顔を小さくしたら顔の骨も小さくなりますかね。よろしくお願いします。回答1。ああ、普通のことだな。変わらない。閲覧2。俺とクズだけ。なんか違うな。こいつら俺の回答意欲をかき立てるようなコメントしてねえな。回答意欲を。165センチで40キロって痩せてますか？本当に質問してんのかな、こいつ。褒めてほしいだけなのかな。体質上なら気の毒。無理に痩せた結果なら極めて愚か。体が衰弱しているのは明白だし、ノロウイルスによる感染性胃腸炎ですら命に関わるだろうね。このカテゴリーでは、桐谷美玲に憧れて痩せていようとしてるバカが少なくないようだしね。体質ですよ。喧嘩してんじゃねえかよ。歌丸師匠と同じですね。ミイラって陰口を確実に言われるプロフです。やっぱ女って怖いね。絶対女なのがさ、絶対コメントしてんだよな。ミイラってデブ痩せれねえ女がね。でも多いんですよね。桐谷美玲とも同じだから、自分もそこまで痩せれば、勘違いしちゃうブス。ブスがダイエットしたって痩せたブスになるのがオチなのに。一応断っておきますけど、別に私はあなたのことを言ったつもりはありませんよ。あなたはただ数字を出して世間的な評価を尋ねただけですもんね。まさかあなたまでそんな美人芸能人のプロフに騙されたバカの一人ではない、バカの一人なわけないですよね。あ、そっか。いい意味で痩せてますよ的な回答をベストアンサーに選ぶかどうかでその辺わかりますよね。選んだらバカ認定ってことで。よし。こいつはなかなか屈折した人間だ。こいつを追うことにした。俺はお前に託した。お前のその、曲がった。一個だけかよ、お前。荒らせー、お前が知恵袋を。それはあなたの価値観に過ぎませんよね。私の場合、七尾さんを目標としております。数字で、ですけどね。顔は可愛い、萌え系というより美人系と言われます。彼氏もいます。なんだこいつ。身体障害者なんですか？失礼で質問してすみません。落ち込みそう、俺は。決めた。一気に恋に落ちた、こいつに。身体障害者という言葉を、こんなインターネット上で軽々しく口にするこいつに俺は。どんだけお前体重を自慢してんだよ。こいつめっちゃ自慢してる。145センチと38キロ。体重ってだけで太ってますか？こいつめちゃめちゃダイエット意識高えな。見て。145センチと38キロです。体重だけ見て太ってますか？普通ですか？痩せてますか？足はこんな感じです。中2です。10センチ近く身長が高い友達と同じ体重なんですよ。少しダイエットして痩せたいですが、もっと痩せた方がいいですか？最近の中高生は身長マイナス110が標準体重だと聞いて気になりました。痩せてんじゃん。太っています。私は165センチで40キロです。せめて34キロまで落としてみては。でも足は短足ですが細いと思います。おい、ちょっとお前騙されんなよ。俺に聞けよ。こんなイケネマに騙されんなよ。わかりました。足の長さは身長が20センチも高い人から見たらかなり短足に見えるかもですね。女ってバカだね、本当にね。でもその身長と体重は言われたら低レベルですよ。自慢にもなりませんし、正直怖いです。回答ありがとうございました。おし、こいつを追っていこう。見にくい争いを、俺は。どんどん俺は、この深みにはまっていく。中学生で164センチで痩せてる体重は何キロですか？40キロから45キロぐらいですかね。私は165センチで40キロ。お前どんだけ自慢してんだよ、お前。私生活で全然褒めてもらえねえからな、インターネットの知恵袋みたいなさ、ね、歴史でてね、褒めてもらおうとしてる気が満々じゃねえかよ。痛えぞ、お前。
彼女がガリガリです。160センチか161センチぐらいで36キロとかしかありません。自分より痩せてる人間に対してなんていうか。私は165センチで40キロです。太らせるのは難しいから。こいつすげえな。厳しいね。同じやつがいつも喧嘩してんじゃん。どんだけ自慢してんだよ体重を。これこの人の顔なのかな。でも男の子だよね。でも中性的すぎて男か女か分かんないわ。質問一覧見して。質問一覧ってどこで見えるんだろう。ごめん見方が分かんないんですけど。あ、これか。じゃあお前待てよ。これにしよう。至急私が回答した人なんですが頭がおかしい気がします。ん、なんだこいつ。毒物写真なんだ。お前も頭おかしいぞ。高瀬って名字可愛いですがこの名字の女優さんがいたらどう思いますか。僕絶対こいつの名前高瀬だよな。お前さあ、どんだけ自分を認めたいんだ。どこまでお前世間に認められたいんだ。背がつく名字はありますか。広瀬、綾瀬、可愛い名字だと思います。広瀬、綾瀬のように3文字であまり珍しくないもの。あ、あれなのかな、なんか読者モデルとかやってて、なんていうの、ハンドルネームじゃなくて芸名つけたいのかな。全然ありがとうございましたみたいなこと言わねえし。こいつ要注目だね。私のお友達なのですが中学受験をするそうです。一日にどれぐらい勉強すればいいのかわからないので質問します。へえ。お友達は小6です。ん、小学校6年生なのかな。こいつ自身が小学生なのかもしれない。あ、だったらわかるわ。いや、小学生が書く、なんか、ね。自分だよね、多分ね。自分だよね。で、モデルとかやってんじゃねえの。そんでなんかさ、いや、じゃなかったらこんな痛いこと書かねえだろ。絶対そうだよ。ほら、なんか、も、に、にこ、にこ、にこもって何？にこにこモデル？にこも。痛いやつを発見してしまった。あ、ニコラのモデルか。ありがとな。俺を潤わしてくれて。美意識が高いやつがいたね。美意識が高いやつは。病的なほど美意識が。まあでも女ってしょうがねえんだろうな。もうみんな、女性はみんな、病気だもんね。ほんとに。美に囚われた、病気だ、もう、美という悪魔に囚われてるもんな。マイシャンとか、小学生だったらわかるけど、マイシャン27とかでしょ。まあそこがマイシャンのいいところだ。ゴロリなんて、全然、あいついいんだよな、気にしてない、ないところ。